元バルセロナの神童ボージャン・クルキッチが自身の引退セレモニーに怒りを爆発させている。今年3月に現役を引退したボージャンは、かつてプレーしていたバルセロナのホームスタジアムカンプノーで引退セレモニーを行った。選手としてはバルセロナや AC ミランなどでプレー。2021年からヴィッセル神戸に所属していたが、出場機会は限られていた。その後2022シーズン終了後に契約満了で神戸を退団すると、今年3月に現役引退を発表。引退セレモニーには元バルセロナ所属の選手らが出席したほか、イニエスタもビデオでメッセージを寄せていた。しかし、そもそものセレモニー形式での開催に不満があったようで、スペインの地元メディアは、もともとはセレモニー形式ではなく、カタルーニャ代表チームの一員として、マリ代表との引退試合開催を予定していたが、マリ代表からの申し入れによって、直前で中止となった。ボージャンは、引退試合に代わる代替案がなかったことに対して激怒していた、と綴っている。試合中止はしょうがないものの、それに代わる案がなく、セレモニー形式となったことに怒りを爆発させているようだ。